こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの岩武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、本日の質問なんですが、こちらは熊本県の40代の女性からです。はい、松武蔵さんは全国あちこちに巡業に行ったことがあると思うんですが、巡業列車の中ではどんな過ごし方をしているんでしょうか、ということなんですけどもね。まあ、私ね、部屋のね、はい、ちゃんこ帳というのをしてたんでね、巡業はまあまあ行ったのはでも全部、春夏秋冬って巡業あるんですけども、はい、どの巡業も全部出たことあるんですけど、もう全国の都道府県は全部回ったって感じですか。そうですね、やめて考えてみたら、2軒かな、ここ巡業行ってないなという件があるぐらいで、あとはねもう沖縄も行きましたし、もうその沖縄までに行くこうちっちゃなね、離島なんかも行きましたんでね、まあ、その数の割にはね、いろんなところに行きました。はい、それでまあ飛行機で行ったり船で行ったりもあるんでしょうけども、やっぱりこう電車で長いこと、そうですね、電車バスっていうのはやっぱりね、急にねパーンって飛んで遠くまで行くっていうことが巡業はしないんでね、やっぱりこう順番にこうね、うまいことこうルートを作ってますんで、バスか電車で行くんです。はい、まあね、バスの時はね、相撲協会半分弱行くんでね、行司さんも呼び出しさんも全員バス乗りますんでね、十何台で。結構狭いですかね、バスの中は。前の方から関取番付順ですよ、それも。一番前、もう親方の巡業部長がいたら巡業部長が一番前からどんどん横綱からね、一緒のバスに乗ったらそういう感じに乗っていきます。で、若い衆が大体真ん中ぐらい、前ちょっとね、関取が終わったぐらいから後ろドーンって乗るんですけども、若い衆はもう、二人掛けて二人、やっぱりちょっと狭いな思いながら、狭い、もうそれかも助手席に、もうでももう疲れてるんでね、みんなもうはーってへたって着くまではもう夢の中ですよ。あ、そうですか。松本さんもそしたらいつも寝てたんですか。いや、僕はね、ちっちゃい頃からね、乗り物に乗るとね、外を見るのが大好きでね、いまだにそうなんですけど、電車でもバスでもね、この辺どこ辺どの辺で走ってんのかなとかね、あ、ここすごい田舎町だな、ここ偉い山だな、海沿いだなとか言いながらね、ずっとね、車窓を見るのが好きでした。あ、そうなんですね。そしたらその巡業中の移動でもこう、それこそいろんな町の車窓を見て、そうですね、結構楽しんでたっていうことですか。そしたら時間経つのも割とあっという間。そうね、割と知らない町なんでね、なんかワクワクしながら外を見てましたよ。あ、そうです。なんかこう印象に残ってる景色とかありますか。やっぱりね、まあ巡業に限らず、富士山っていうのが僕好きで、東海道線とか走ってたら、うわー富士山出てきたと思ったらね、壮大な綺麗でね、形が綺麗ですしね、景色的にはそういうところが好きでしたね。そうですか。海山でやったらどっちの方がこう景色としては好きですか。海の方がね、海沿いを走るのにバスでもね、電車で海沿い走ってるのを、何もないですよ、海なんか。もう向こう見たら太平洋やし、反対見たら日本海のところ走ってるし。でもね、なんとなくね、ずーっとね、なんか海を見たり、向こうに島あるなとか思いながらね、見たりしながら移動を、まあ、自分なりに楽しんでました。あ、そうですか。じゃあ松本さんは結構巡業は好きだったっていう、まあその移動とか地方にいろいろ行くのは好きでしたけども、やっぱり巡業はしんどいですよ。夏巡業なんかも特にね、暑い中炎天下の中ね、私らがいた当時はね、露天 の、 巡業地なんかあったんで、今は、ほとんど体育館でして、でもね、当時は露天のもうどっかの校庭ので土俵を作ってやったりして、まあ巡業のちゃんこ場なんかも外でねやるんでね、もう次に絶対間に合わせなきゃいけないんで、バタバタして忙しい、ね、忙しかったですよ。そしたらまあ逆にこうバスの中とか電車の中っていうのはちょっとのんびりした気分に、だからね、大半の若い衆はそこでさーってもう上向いて寝てました。はい、でもね、やっぱりバスか電車っていう、ね、パターンがあるんでね、
バスはねもう座ったらそれっきりじゃないですか。電車なんかはねもうあの相撲列車の電車でね、まあうろちょろはしないんですけども、うん、お付きの関取がいたら、うんうん、もうタオル持って行ったりね。バスではねそれができないんでね、うん、もう乗る前に渡して、うん、関取そのタオルで、うん、あの暑い時にはそれ使うんですけども、うん、電車の中ではねあのやっぱりこう降りる時にタオル持って行ったり、うん、もう電車は相撲列車なんでね、うん、もうこう長時間乗る時なんか着物なんか脱いで、うん、あのシャツと、はい、あの捨ててこうとかでねあのでね過ごしたりして、まあ、それを着せにみんなもう尽きるともう着く間際はもう、うん、バタバタしてますよ。そうなんですか、はい、でもね、まあ、今ちょっとコロナいうことで巡業もままならないですけども、うん、まあ、やっぱり若い力士たちもねこう巡業っていう体験っていうのはこれから先もいろんな思い出にもなるし勉強にもなるし、ね、またね、まあ、巡業に出ることによってね、うん、あのいろんなね交流が増えてきますよ、はい、自分の部屋だけではなくね、うんうんうん、他の一門、うん、一門外でもね、うん、割とねあの仲良しになる、仲良しと言いますか気が合う力士なんかもね、うん、現れたりします。そうです、はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、チャンネルではこのように皆さんからの質問をお待ちしております。どしどしお寄せください。本日もありがとうございました。また次回さよなら。